11月19日、高津区役所の栄養室で、地域の50歳以上の男性を対象とした栄養教室が行われました。いつまでも健康に過ごすために、バランスの良い食事と栄養について学ぶこちらの教室。管理栄養士が調理器具や簡単レシピの実演を行って、参加者に料理の基礎を身につけてもらおうという講座です。高齢の方たちはなかなかこうご家庭の中でお料理を自分でするっていうことがなかったかと思うので、健康管理をしていただいて、いつまでも元気ということを目的に開催しています。2回目となったこの日の教室では、バランスよく栄養がとれる料理を作ります。包丁の使い方では、キャベツや玉ねぎなどを講師の手ほどきを受けながらカットしました。またきゅうりをスライスしたり、野菜を細かくできる調理器具にも挑戦してみます。フライパンを使う場面では、油の引き方から火加減まで、参加者の目に見えるよう丁寧な指導が行われました。もうだいたい満たしてはいたかなとは思うんですけど、まあ、より考えるようになりましたね。出来たてのオムレツの香りが部屋中に広がり、自信を深めた参加者たちは、家で挑戦してみたいと話していました。